コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回はね、前回のゾロに続いてナミ、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。フィギュアツゼロですね、はい、そちらのランキング3位、ナミ、はい、こちらもね、ゾロと同じで箱がね、縦、細いけど奥行きがある、はい、ゾロと一緒ですね。はい、この波出来はどうでしょうかね。一応エフェクトもねついているんで、はい、早速開封していきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。はい、ブリスターはこんな感じで入ってます。エフェクトは別で収納されてますね。はい、で顔の部分はこちら、何もない、はい、直で見れる感じ、うん、はい、ではブリスターから出してみましょう。はい、ではこちら、はい、いやーすごい、サンダーボルトテンポ、はい、ナミ、いやこれね、やばいね、いやほんとね、このルフィとゾロにも言えることだけど、これできいいな、ほんとね。ナミのねフィギュアって結構顔がね微妙なところがあったりするんですけれども、こちら見てください、はい、もうそっくりですよ、はい、もうパケシャ通り、うん、元となったねパケのナミと全く同じ、はい、そのままフィギュアにした感じだね。いや似てるわ、素晴らしいねこのシリーズは本当。でこのエフェクトもね、めっちゃバチバチいってる感じが伝わってきますね。もう尖ってますよ、はい、痛い、これ痛いです、これ。でこのログポーズね、うん、これもこういうね細かいところもよく作られてます。で台座はね、もうコインの中にこういうね剣かなこれ、うん、でここに十字架で、印象的なのがこの樽、はい、この樽もねワンポイントとしてねよく再現されてて、うん、いいですね、情報量を足してますね。で今見たんだけど、この刀のこのなんかこうくねってる感じ特徴的だよね。これなんかナミのあのタトゥーの模様に似てますよね、うん、もしかしたらそういうことなのかもしれないねはい、ナミのこのねタトゥー、うん、似てるよね、ここのあれが、うん、多分そういうことなのかな。で後ろのねでっかいこのリボン、うん、こういうところもねいいね。髪の毛もねちゃんとグラデーションになってますね、うん、で髪飾り、いやーよく再現されてる、このボンキュッボンっていうねこのスタイルの良さもね、うん、めっちゃよく再現されてる。いやこれは素晴らしいねこのシリーズ外れないね、3つ出して3つともすげえいい出来で、連結されるであろうこのね岩肌の部分も、うん、いいですね。まあ裏はねこうクリアですね、うん、
いやーこれはいい。波の中でもこれはかなりいいんじゃないですかね。はい、ということでね、一応フィギュアーズゼロ、ルフィ、ゾロ、ナミ、こちら3つ今のところね揃いましたんで、ちょっとね並べてみたいと思います。はい、どうです、3つ並べました。この段階でもうやばいですね出来が素晴らしいよこれ。いやこれ全種類揃えたらどうなんだろう。麦わらの一味だけでも相当なボリュームだよね。でこれで大海賊百景全種類出たらね、すさまじいね。全長何センチって 何メートルぐらいなんだろういやこれはすごいな。まあ集め買いもあるけどね、うん、出来がいいんでこれはねもうほんと集めたくなるわ。うん、いやこれはほんとね、ワンピース好きには超おすすめのフィギュアですね。はい、一応ね次回のやつがまだ発売がいつになるかってわからないんですよね。まだ予約が開始されていないんで、はい、多分3時とかそこら辺が出てくると思うんですけれども、この3体だけでこれですからね。もうこの先続くシリーズとしてね、うん、出てくるのクオリティがねなんか高そうだね、うん、全部集めたくなる。ということでね、今回はフィギュアーズゼロ、ワンピース、大海賊百景からゾロとナミ、そちらをねご紹介させていただきました。まあルフィはね先行して発売されてもうご紹介済みですけれども、はい、そちらもねもしよければ動画としてねご視聴いただければなと思います。とりあえず今日はこの辺でお別れしたいと思います。この後ね続々と出てくると思うんで、手に入り次第ご紹介していきますんで、チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。